よろしくお願いします。はい、皆さんこんにちは、 MC ベース。さて今回の動画なんですけど、前回の動画でサッカーカブのハンドルについたウインカーをヘッドライトの横にね、キジマのステーを使ってね、移動させたんですけど、今回はこのすっきりしたハンドルですね、で、をまあ、ちょっとカスタムしていこうかなと思います。それで、だいぶこうホットコーヒーとかですね、美味しい時期になってきたので、今日はその、冬仕様というかね、しようかなっていう感じで、購入したのがこちらの商品になります。じゃーんというところで、ダートフリークのアーマーハンドガードアドベンチャーで、一応この CT125、ボルトオン設計ってなってますんで、普通に使えるんじゃないかなと思います。説明書もなんかありそうなので、早速ね開封していきたいと思います。裏側、こっちは、英語なんですけど、裏側は、こちらね、見つけ方法の説明がありますね。はい、結局ね、ハンドルにこう普通に多分つけるだけだと思うんでね、このこっちの向きですね。早速このバーエンドっていうのをね、取り外していこうかなと思います。はい、ここね、ここにプラスのネジがあるので、ここを押さえながらね、このインパクトドライバーで一気に外していきたいと思います。はい、今ねネジが引いてくれました。でも取れるのかな、ここは。感じでノリみたいなのがねくっついてますので、リングドライバーじゃなかなか外せないんじゃないかなと思います。はい、それで反対側もね同じように外していきます。インパクトドライバーもね、こんな感じで一瞬でねバーエンドを外すことができます。こういう状態で入ってたんですけど、中はどうなってるかっていうと、こんな感じですよね。はい、で、ハンドルガードを、ここに入れてですね、ネジと一緒に共締めするみたいな、こんなね、こっちの方につけるって感じですね。こんだけですね。はい、でこっちにも、ここがちょっと切ってあるとかあるでしょ、D みたいになってると思うんですけど、こっちから見ると。でここも、こっちの方にD みたいな感じが切ってあるので、そこにはまるような感じでやるんでしょうね。ちょっとこういう感じかな。こんな感じでやらないと多分ずれてしまう感じかな。これここは六角なんですね。とりあえず今ね、このバーエンドのところを取り付けただけなんですけど、次にですね、こちらのパーツですね。でこちらは、ハンドルのところでおそらくこう共締めするような感じになると思うので、このネジはね、先にね、外しておいた方がいいかなというふうに、とりあえず外して、固定していきたいと思います。このね、部品なんですけど、この写真を見るとかなりここが、このまままっすぐつけてる感じで、ちょっと斜めにつけてるような感じでね、取り付けてるような感じで、しかも内側のこの穴をね使って、こういう感じかな、こういう感じで取り付けてあるので、そんな感じでね、取り付けていきたいと思います。
でしょう。はい、ということで今回は、ギターハマーハンドガードアドベンチャーをね、取り付けいたしましたが、まあ、ハンドル周りはね、あのウィン解説したことでかなりすっきり、した感じだったんですけど、こちらのね、アーマーガードを取り付けたらかなりこう武骨感がね、マシマシになって、結構もう、ね、ずらしても、まあ、こけても、まあ、最悪ね、まあ、こういうとこを守ってくれるかなっていうところなんですけど、まあ、実際ね、こちらの、部品をね、使ってはいないので、まあ、より強固に取り付けしたい方は、まあ、おそらく、まあ、こうね、グリップとか外して、交換するとは思うんですけど、まあ、手軽にやるなら、まあ、この方法で、ね、バー N だけ取り外して、交換するのもね、いいんじゃないですか。ハンドル周りがね、すっきりしすぎてたので、まあ、ちょうどいいかなっていう感じですかね。はい。ということで、まあ、とりあえず第1弾ね、まあ、ハンドル周りのカスタムは、まあ、これで、今回はおしまいにしたいと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。